2021年原島教習揚陸艦が就役しました。今回は、この馬良島の役割について、詳しく見ていきますね。ようやく任務ができたみたいですよ。つい最近、胴体着陸した F-35A ステルス戦闘機を米国まで運ぶために使用されるようです。日本にも機体を整備できる施設あるんですが、韓国は日本へ1ミリも近づきたくないでしょうし、支援を受けたくないでしょうね。日本も同じです。2021年も残り3日と押し迫った12月29日、韓国は武装警察に実効支配させている竹島、韓国名、独島において、軍と警察とが共同で海上を主体とした軍事訓練を敢行したと、同国メディアの連合ニュースが報じた。韓国軍が竹島、韓国名、独島で軍事訓練を実施したのは、2021年はこれで2回目であり、前回は半年目の6月に同じような訓練を行っており、日本政府は今回も厳重な抗議をしているが、韓国側が意に介した様子はない。今回の韓国軍と警察との軍事訓練は、新型コロナウイルスの問題もあり、竹島、韓国名、独島、そのものへの人員の上陸を伴う内容は未実施のようだが、日本側の軍事力による道東奪還を阻止する企図で行われたことは明らかだ。韓国は第二次世界大戦後の1952年1月、当時、ノリ・ショーバン大統領が一方的に竹島、韓国名、独島の領有を宣言、翌1953年に武装民兵が道東に上陸して、以後、今日まで、道東の不法占拠を継続しており、すでに70年が経過しようとしている。竹島、韓国名、独島について、韓国側は、日本の抗議を一切無視して、不法占拠を続けているが、そもそも道東をめぐる、領土問題の存在そのものを認めておらず、これを鑑みても、現在の中国に対する尖閣諸島防衛策の重要性を再認識させられる。さて、そのような竹島、韓国名、独島だが、韓国では反日政策の象徴として、その名を自国海軍の最大規模の艦艇である強襲揚陸艦に付与し、国内の反日ナショナリズムを煽り、道東の実効支配を強化する動きに利用している。これが独島、旧強襲用揚陸艦一番艦の独島であり、2007年7月に就役、昨年2021年には2番艦となるマラドも14年ぶりとなる就役を果たしており、韓国海軍を代表する大型艦艇として君臨している。強襲揚陸艦独島は基準排水量 14,600トン、満載排水量 19,000トン、全長199メートル、全幅31メートル、喫水 6.6 メートルの艦隊に、最大出力 41,615 馬力のコダグ方式の機関を搭載、最大速力は23ノットとされている。海上自衛隊の出雲、片護衛艦は、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長248メートル、全幅38メートル、喫水 7.3 メートルで、最大出力 11,200 馬力、最大30トのため、これよりは、一回りは小さいのが、独島だ。ちなみに、出雲、型の前級の日向、型は、基準排水量 13,950 トン、満載排水量 19,000 トン、全長197メートル。全幅33メートル、喫水7メートル、最大出力1万馬力、最大30ウッドであり、独島は、むしろこちらに近い。ただし、独島
は強襲揚陸艦に分類されるだけに、水陸両用の各種上陸作戦に対応すべく、各種ヘリコプター等の航空機を全通式の飛行甲板から、また完備の上。レドックからは、大型のエアクッション型上陸用集艇の運用が可能である。ドクトの飛行甲板上では、最大で5機が同時に離発着可能となっており、飛行甲板自体には一定の耐熱処理が施されているといい、その点から F-35 ライトニング 2B 型のような固定翼機の運用も視野に入れていると語られることもある。しかし、ドクトは全長からも明らかなように飛行甲板上自体が短く、F-35 ライトニング 2B 型であっても、ある程度の燃料搭載と兵装量を持たせて運用することは困難とみられ、実際にこれを行える可能性はほとんどないだろう。また、F-35 ライトニング 2B 型の最大離陸重量は27トンを超えるが、ドクトの装備する2機のエレベータの前方のものは、耐荷重量が最大で19トンとされており、そもそも同機を昇降させる物理的な力を有していない。それでも、ドクトは最大で10機程度の各種ヘリコプターを艦内に収容することが可能であり、固定翼機の運用への対応は困難とはいえ、強襲揚陸艦として必要な航空機の運用能力は最低限確保されていると見さしてよいだろう。ドクトは上陸作戦に従事させる戦力を収容可能で、その規模は、最大で兵員数700名、輸送用車両10両、戦車6両、水陸両用車両6両などであり、これらを、各種ヘリコプターや前日の大型のエアクッション型上陸用集艇で揚陸させる。この大型のエアクッション型上陸用集艇は、ルスヒ型と呼称されており、海上自衛隊でも装備しているアメリカ海軍のエルキャックと同様のサイズ、収容力を持ち、各種の車両や兵員を揚陸させる機能を果たす。ルスヒ型エアクッション型上陸用集艇は、具体的には、大型の戦車ならば、1両、水陸両用車用ならば3両、兵員のみならば、約150名ほどを一度に輸送可能であり、敵前上陸時の迅速な重火器の戦力投射を担う輸送手段と言えよう。しかし、近年では、こうした重火器を揚陸させる水陸両用作戦について、世界最大の規模を誇るアメリカ海兵隊が、M1 戦車の運用を廃止するなど、運用コンセプトの見直しが進められており、大規模なよう、陸作戦そのものの是非が問われ始めている。本来、地続きの北朝鮮を最大の脅威とする韓国も、こうしたアメリカ海兵隊の戦術の変容に今後は習う可能性もあると思われ、朝鮮戦争時の陰、チョン上陸作戦のような旧態依然とした部隊運用は、すでに過去のものとなりつつあるだろう。そうした背景もあってか、2021年に就役したドクト、旧2番艦のマラドは、報道では、おおむね強襲揚陸艦ではなく、大型輸送艦と表現さ。出ていることが多いようで、韓国海軍内での運用思想にも変化が生じていることを伺わせる。ただし、この2番艦、マラドと1番艦、ドクトの14年の就役時期の隔たりの間に、海上自衛隊では、護衛艦、出雲と加賀の航空母艦化改修を推進したこともあってか、韓国も航空母艦の建造に大きく舵を切った。韓国は、マラドを含むドクト、旧の建造で培ったノウハウをベースに、国産の軽空母建造を CVX 計画と名付けて始動させており、海上自衛隊と同様に、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする方針を打ち出している。
独と旧二隻の建造は半人重工業者が担っていたが、CVX 計画では、ヒュン大重工業者と大油造船海洋社とが受注を競う形となっており、初期段階の概念設計は全社が受注しており、今後の行方に注目が集まっている。いずれにせよ、航空母艦の建造経験のない韓国では、ヒュン大重工業社がギリスのバブコックインターナショナル社、大油造船海洋社が、イタリアのフィンカンティエリ社の支援を仰いでの受注競争を展開している。すでにヒュン大重工業社、大油造船海洋社、ともに、昨年2021年6月に、釜山で開催された、国際海洋防衛産業展、マデクス2021において、CVX 計画に向けた模型の展示を行っており、それぞれの支援先に応じた特徴を持つ、艦艇案が示された。ヒュン大重工業社の案は、イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスを手掛けた、バブコック・インターナショナル社の影響を反映し、艦首に、スキージャンプ式の発艦装置を備え、同艦同様に全幅の広いデザインであった。一方の大油造船海洋社の案も、イタリア海軍の強襲揚陸艦、トリエステを建造した、フィンカンティエリ社の支援を受けただけあって、やはりそれに似たスキージャンプ式の発艦装置は装備されていない、外艦だった。